若狭は海上自衛隊の海洋観測艦。二味型海洋観測艦の二番艦。官名は若沢に由来する。本艦は二味型の二番艦であるが、一番艦の二味に比して、計画年度に7年の開きがあり、様々な部分で解説系が施されている。従事する任務の関係上、内容は開示されていない部分が多いが、エンジンの乾燥。 定員の増加は公表されている。平成27年度計画において、関連延伸工事の予算が付与され、約10年の関連延伸が実施された。本館の詳しい概要については、二見型海洋観測館参照。若さは、中期業務見積もりに基づく昭和58年度計画海洋観測館5104号館として、 北地造船舞鶴工場で1984年8月21日に寄港され、1985年5月21日に浸水、1986年2月25日に収益し、海洋業務軍に編入され、横須賀に配備された。2008年2月18日に発生したイージス艦衝突事故で護衛艦アタゴに衝突し船体を両断された。 漁船清ノリ丸を、不説艦、室戸と,と共に栄光した。2009年9月18日、海上自衛隊発の女性艦長として、松尾直子三等海佐が着任し、話題となった。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣のため横須賀から、緊急執行する。 3月21日午後2時42分、石巻市を賀総合支所に救援物資を輸送した。3月28日、横須賀に寄港した。2015年12月1日、海洋業務軍が海洋業務対戦支援軍に改編され、同軍令下に新編された第一海洋観測隊に編入された。ありがとうございます。